お、戻ってきたみたいだぞ。北東ということは琵琶湖の方角かの。沢山かそのあたりか。ん？ふんふん、なるほどの。伏見の方で和也を見つけたと。行って確かめてみる余地はあるかの。あんた、本当にそのスズメの言葉が分かってんのか？無駄足踏まされるのはごめんだぞ。分かるに決まっとるじゃろう。わしが生み出す式神は十騎衆一じゃよ。本当かよ。その緊張感のねえ声で言われると信じていいか不安になっちまうな。少なくともあなたの山間よりはよほど信用できますよ。つまらない心配などしなくてよろしい。なんだよその言い方。俺は十騎衆の一員として。つまらぬ言い合いは後じゃ。ひとまず二手に分かれて伏見と沢山へ向かわねばの。わしは伏見へ行くことにするか。しん、共に来てもらっても構わんかな。わかりました。お供しますよ。それじゃあ俺は沢山に行きゃいいんだな。俺も共に参ろう。汐見にはここに残ってもらい、その小僧の見張りをしてもらうことにするか。気を使ってくれてありがたいの。お嬢、お前はどうするのじゃ。心配する必要はありませんよ。我々は優に及ばず。いつもつまらない失敗をするうっかり屋さんの千歳には月島王がついていますから。うっかり屋さんってなんだよ。俺は十騎衆一、頼れる男だろうが。では行ってくるぞ。姫のことは頼んだぞ。お嬢。さて、それでは中へ戻るかの。千騎丸じゃったか。お主も共に来い。わかったよ。姫のことなら心配はいらんぞ。琴浦の式神が守ってくれておるじゃろう。お主は本当に姫のことを思っておるのじゃな。構わんよ、行ってきなさい。ただあまり根を詰めんようにな。
お嬢、一息入れたらどうじゃな。そのままではお主の方が参ってしまうぞ。いいから言う通りにしなさい。神経を尖らせたままでは体も心も擦り切れてしまうぞい。安姫の様子はどうなんだ？そうか。喉が渇いた。井戸まで水を飲みに行ってもいいか？ついでに外の空気を吸いたいんだよ。昼間からずっとこの部屋に閉じ込められっぱなしだし。やれやれ、まるっきり犯人扱いだな。同じ鬼の一族か。はぐれ鬼の俺にそんなことを言うなんて。お前、他の棟梁たちから聞かされてないのか、俺たちのこと。初下一族の先祖は遥か昔、今日の大江山を根城としていた鬼の一族じゃった。今から900年ほど前かの、その時の棟梁が人を襲い始めたんじゃ。多くの鬼を従え、京の都で人をさらったり、金や物に執着し、悪事の限りを尽くしたと伝えられておる。当時の痩せ姫は再三人の世界に関わらぬよう忠告したのじゃが、最後まで従わなかったため、十二騎衆から除名されることになったのじゃ。その棟梁は人間たちによって征伐されたと言われている。そんなの想像つくだろう。予言を聞くこともできず、他の鬼の助けも受けられないってことは、災害とか騒乱を避けることができないってことだ。かといって、それ以上人間と関わればはぐれ鬼にされるどころか殺されそうな勢いだしな。俺たちは住むのに適さない危険な場所に追いやられていったのさ。
生まれる前に先祖がどんな悪事を働いてたとしても俺たちにはどうしようもないことじゃないか。そのせいでこれから先ずっと蔑まされたり嫌われたり、今回みたいに疑われるのは納得いかないぞ。なるほどな。お勤めご苦労さんって感じだけど、まあお前たちの気持ちがわからないわけじゃないし、こういう状況ならしょうがないよな。みんないるか？帰ってきたぜ。戻ってきたようじゃな。わしが出迎えてこよう。お嬢、ここを頼んだぞ。なあ、手紙を書かせてくれないか？はあ、こんなことになっちまったからすぐには帰れそうもないって里の連中に伝えたいんだ。何言ってんだよ。他の連中がはぐれ鬼の俺の頼みなんて聞いてくれるはずないだろう。今話した内容以外のことを書くつもりはないし、お前に迷惑はかけない。なんなら内容を確かめてくれてもいい。お前も棟梁なら里の連中に心配かけたくないって気持ちぐらいわかるだろ。ああ、わかった。どうだ、問題ないだろう。俺はお前に言われた通り手紙を見せたのに、信用してくれないっていうのか？遅くなってすまんかったの、お嬢。留守の間、変わりはなかったか？そうか、ならばいい。皆でこれから詮議をせねばならん。支度をしてくれ。伏見に行った面々の報告を聞かせてもらおうかな。
まずは無断で八瀬の里を開けたことを詫びておこう。すぐ戻るつもりだったのだが、予想以上に時間がかかってしまってな。勝手に八瀬の里を出た理由は？昨晩八瀬姫から聞かされた話を郷里に伝えてもらおうと思ってな。手紙を届けてもらいに行っていた。他に何か気にかかることはあったかの？ええ、大ありですよ。伏見城下で八瀬姫を襲った賊と名乗る男に遭遇しました。鬼は鬼の里にこもっていろ、祭りごとに関わろうなどとは考えるな、だそうです。ふざけた話だな。完全に俺たちを舐め切ってやがる。わしらも応戦はしたのじゃがの、すんでのところで逃げられてしまった。やはり傷の治りが早いところを見ると、あの族の正体は鬼のようじゃな。この日の元で暮らす鬼すべてが八瀬姫を慕っているわけではない。どれほどの人格者であれ、誰からも恨みを買わぬということはありえん。そうだよな。みんなに嘘を言って人間と関わってたやつもいるんだし。鬼だから、十騎衆だからってだけで信用できるわけじゃねえよな。和武は前から石田三成の護衛をしてたらしいぜ。つまり長いこと人間にこき使われてたってわけだ。千歳が今言った通りだ。俺は石田三成の護衛の役目を言いつけられてる。なぜそんなことを？石田三成といえば秀吉の側近中の側近じゃろう。言い訳するわけじゃないが、三成はとある事情で五奉行筆頭の役目から外されてる。だから破壊には当たらぬとそう言いたいのか？そういうのを言い訳って言うんだよ。今は隠居してるかもしれねえが、今後もずっとそうだとは限らねえだろうが。そもそも鬼が人間のいいように使われてるってのが納得できねえ。お前には誇りってもんがねえのか。
和武、お前は今後も三成の護衛を続けるつもりなのか？なあ、約束だからな。どれだけ苦しい時でも、誰と交わした約束でも必ず守る。それも鬼の掟だろ。まあ、あなたは一度決めたことは絶対に曲げない性分ですし、無理やり従わせるつもりはありませんが、痩せの里が混乱している最中にあなたが三成の護衛にかかりきりになっているというのは非常に困ります。十騎衆としての役目を忘れたわけじゃない。問題が解決するまではこっちの事情を優先するさ。やむをえんかの。ところでお嬢、姫の様子はどうだったのじゃ？まだ眠ったままなのかの？それでは改めて今後の方針を決めることにするかの。まず姫があの状況じゃで、早急に意識を取り戻す術を見つけねばならん。そのためにはお主たちの力が必要じゃ。国のことが気がかりじゃろうが、皆にはしばらくの間この痩せの里に残ってもらうぞ。まあこういう状況ですから致し方ありませんね。もしやむを得ぬ事情で痩せの里を離れる場合、一言断りを入れてくれ。どうしてさっき手紙のことを黙っててくれたんだ？ありがとうよ。ありがとうって言ったんだよ。別に礼を言ったっておかしくないだろう。これ以上わがままを言うわけにもいかないか。この痩せの里を出て少し行ったところにウロがある大きな木があるから、その中に入れてきてくれればいい。俺の一族の中には
今回の話をかなり警戒してた奴らもいたからな。もし里に帰れなくなった時のため、連絡を取る手はずは整えてあるんだ。ああ、わかった。あれが十騎衆の一員ですか。なんだか頼りなさそうですけど、あんな子が本当にお役目を果たせるんですかね。あの子、本当にこれに気づかなかったんですかね。それとも、気づいてて泳がせてるだけなんでしょうか。ま、何にせよ気を抜かない方が良さそうですね。月島、そろそろ交代の時間じゃぞ。ん、もうそんな時間か。じいさん、ずっと起きてたのかよ。仕事熱心だよな。年寄りは眠りが浅いからの。お主はまだ寝ておってもいいのじゃぞ。みなまだ起きてこんじゃろうしな。もう十分寝たから平気だよ。ガキ扱いしないでくれよな。では俺はそろそろ部屋に戻らせてもらうぞ。何かあったら声をかけてくれ。ああ、それではな。だか寒くてかなわないよな。今日の冬って毎年こんな感じなのか。すまぬな。なんだよ、いきなり。当代の八瀬姫からは何度も、お主たち初下一族を十騎衆に復帰させるよう嘆願されておったのじゃ。わしらもお主たちのことを気にかけてはおったのじゃが、何百年も続いていたことを自分たちの代で変えてしまうというのは、思いのほか勇気がいるものでの。別にそんなのいいよ。今さら言われてもどうしようもないことなんだし。今日の昼間、お主の話を聞かせてもらって、考えを改める気になった。
もし姫が目を覚まし、お主があの族の仲間ではないということが分かれば、初下一族が十騎衆に復帰できるよう、改めて皆に働きかけることにしよう。ま、期待しないで待ってるよ。火鉢を持ってくるか。そのままでは霜焼けになってしまうかもしれんしな。いいよ、気なんか使わなくても。年を取ると血のつながりがあろうとなかろうと、みな自分の孫のように思えてきてしまうものでな。なら俺も一緒に行く。あんた一応見張りなんだし、俺を一人にしとくのはまずいだろう。そういえば、お主たち初下一族の祖先と行動を共にしていた鬼がおったの。かの者の子孫たちは今どうしておるのじゃな。さあ、俺は知らないな。多分断絶したんじゃないか。女鬼はただでさえ数が少ないし、はぐれ鬼になったらタカとの関わりを持てなくなっちまう。俺たちの一族が絶えなかったのが不思議なぐらいだ。